はい、どうも、ゴトさんです。はい、ワノ国のね、まあ、年末のスゴフェスが来たので聞いていこうと思うんですけど、まあ、この1回限りの無料10連はね、確率がもう全く別物なので、どれだ、 1回無料は、まあ、ほぼ確率的には期待ができない。ただ、まあ、2.5 倍になってるっていうかね、新キャラは多分いつも通り 2.4% とかなんじゃないかと。そこがね、 2.5 倍になってるとかなりすごいことなんですけど、どうかな、まあ、かなり確率上がりますよね、 2.5 倍だと。今通常時で4倍ぐらいあるはず、4% ぐらいあるはずなので、 10% ぐらいは赤紙になるんじゃないかと。ちょっとね、声が変な、まあ、無料10連のとこじゃん、 0.12 でしたね。新キャラはやっぱり通常時は、まあ、0.24% ということなので、で、星5確定のところで 1.7 か、まあ、1.9%、まあ、そんな高くないですね。で、それ以外のちょっと気になるところでは、これが多分厳選されたスゴフェス確定の時は 3.1 か、まあ、2体をすればね、3.1 と 0.31 なので 3.4 な、 7% ぐらいは、 7% もないか、まあ、2体合わせて 7% ぐらいありますけど、あんまり期待できないかな。まあ 2.5 倍なんで赤紙はものすごい来ると思うので、まずは無料10連、これは来ないかな。おお、来た来た、無料10連とかでね、まあ、引ける人もいると思うんですけど、確率はかなり低いので、はいはい、骨吉から始まっていい感じかな。はいはい、まあしょうがないですね。まあ割引もやってるので、まあ、250連の最後まではね、出なければ回していこうと思います。どっちか出たらね、ちょっと悩みますけど、21回、まあ、25回までありますね。で、最後の方がとにかく 7% ぐらいの確率でどっちかが出るという、厳選されたピックアップされた超すごいやつだけになるのかな。で、5回目がワノ国のキャラだけが出るってことなんですけど、ここも 4% とかしかないんじゃないかな。赤紙が出たら確定。いや、でもカイドウとかもいるもんな。はいはい、まあまあ普通のキャラも5つ、いや星5も、そうか、カイドウやっぱいるのでね、オナミと、いやそんなに高くないな、 3.6、まあ、4% が、まあ、新キャラだと。まあまあいつも通りの感じですね。 2.5 倍は、まあ新キャラ以外のところが出やすくなってるよということなので、まあ、400分の1を引き続き当てに行く道中という感じですね。いや、この仕組みちょっと変えた方がいいと思うけどね。さあ行きましょう。はいはい、いや、どっちか出ちゃえば楽なんですけど、さあさあ、まあ新キャラもね、ガチャゲンも3体いるので、フラノスケとウソハチと、あとキャロットかがいるので、そこを狙っていきましょう。全員ほぼ同じような確率だったと思うので、はい、じゃあサクサク引いていきたいと思います。はい、まあ100個プラスでね買えるので、いきましょう。じゃあこれで20連目かな、お願いします。さあ赤紙がね 10% ぐらいで出るか。おお、いいねいいね、おお、すごいな。これで3枚目か途中、ありがとうございます。あ、最初の10連は無視して、さあ長いのが止まった、ありがとうございます。じゃああと2体ですね。はいはい、さあ、OK、レイリーも、さあ、おうおうおお、あっさり出たな、強いんですけどね。まあ使いやすさでは ルフィ&ローはかなりいいんじゃないかと。まあここ確定枠か、ん、確定だったっけな、違いますよね、多分3体引けたのかな、途中で。さあ、じゃあ30連目お願いします。すげえな、鏡本当に出やすいですけど。お、ああ、道中、はいはい、これ道中5枚目、やっぱ出るな。はい、
まあ麦わらの位置にはよく出てますけど、さあここは確定枠か。はい、お願いします。了解了解。じゃあ行きましょう。44連目か。はい、ちょっと2回ごとに買わなきゃいけないですね。はい、じゃあ課金してきたので行きましょう。まあ今回のこのね、年末はもうこういうなんかダブルピックアップは前回ちょっと良かったですけど、いつもね最初の第1弾ではほぼ引けなかったりして、最終的に第2第3弾を引くことになるので、まあいつも通りの感じの引きかなと。おっ、はい、ありがとうございます。これ進化後かな、フラノスケ。そうですね、はいはい、残念。じゃあこれで次が和の国のやつが最後に確定ですね。はい、じゃあ55連目いきましょう。さあここら辺で1体くれると楽なんですけど、やっぱ400分の1、いやーなんかね 2.5 倍なら確率上げてくれてもいいと思うんですけどね。おうおう、来た来た、ウソハチも来たので、これでガチャゲンはコンプしましたね。さあ道中6枚目、はい、さあ最後赤髪くれは来ないね、かなり暑かったんですけどそこでジャックか。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあこれで100個増えるのはこれで終わりかな。さあ行きましょうか。割引もね、まあ、ここまで使うと。さあお願いします。道中、はい、7枚目です。出るな。もう8枚目、 10分以上に出てるな、まあ、どっかで戻しが来るかな。さあ長くない、はいはいはい、まあ、ダブルキャラもよく来ますね。さあ、うわ、いやここは確定かな。66連目で確定枠だと古いわ。いや確率がね古い方がなかなか来るので、さあじゃあこれで77連目かな、お願いします。あっさりもう3分の1ぐらい来ちゃうな。これで道中9枚目来ましたね。今よく出るな、数え間違えちゃうかな。さあ、いやー違う、うん、あ、星野の方ですね。ありがとうございます。さあさあ、いやー早いなー。はい、じゃあはい、また課金ですね。じゃあちょっとまた行ってきます。はい、今77連終わって9体出てると。じゃあ88連目いきましょう。おーおー、これで道中10体目。赤髪はすごい出るけどな。ちょっと欲しいやつは出てこないというか、新しいのが出てないですね、全然。あれ、新しいの全然出てない。お、ちょっと待って、11枚目で。新しくね、ちょっと和の国のね、前回のね、チョッパーも出てないので、そこら辺を、確率をちょっと抜いてきてくれると嬉しいんですけど。ないか。はい。さあ行きましょう。また買って、はい、じゃあちょっと細かいの買って124にはなったんですが、行きましょう。じゃあこれで99連目かな。さあ11体も出てるかな。赤髪そろそろ振り戻しで、あーやっぱまあまあ出過ぎでしたね。さあさあさあどうだろう。うわ、新キャラすら出ない。はい、じゃあここ確定枠だな、お願いします。はいはいはい、ブルックね。いやーなんかパッとしないですね。はい、じゃあこれで110連目いきましょう。まだ半分いってないのか、長いねやっぱり250連って。さあさあどうかな、お願いします。うわ、赤髪出なくなる。あ、キャラって、おお、2体になるか。さ、いやー、
確率通りになってきちゃったかな。これで110で11枚かな、道中。確率通りになりましたね。10% になったかな。じゃあお願いします。はい、じゃあ行きましょうか。121連終わったかな。で、これで132連なのかな。さあさあ、おお、赤組ちょっと出なくなってきたな。ちょっと最近ダメですね。もう割引も買い終わったんですけど、おたまちゃんが出ましたけど、あんまか、あ、おたまちゃんこれで2時かな。さあ、お願いします。ここは確定。そろそろピックアップしてるやつになってきたはず。ちょっとさっき見ませんでしたけど。さあ、そうですね。ここか。ここで、さっきのじゃあ確定枠じゃなかったんですね。確定だと思ったんですけど、ここが12回目132連か。お願いします。おうおう。さあ、どうだろう。さあ、道中デイリー多いな。さあ、ここ確定枠で確率アップ中なんで 7% の確率で、おお、それなりに新しい。ありがとうございます。さあ、そろそろ焦ってくるかな。やっぱ厳しいかな。まあ、こっからはね、確率アップの超すごいやつがポンポンと来るので。おう、道中これで13枚目かな。道中、うん、まあまあ10連に1枚出る感じですね。まとめて出る時もありますけど、まあその分出ない時も10連であると。うわー、ちょっとなんかフラノスケがすっげー出てる気がするけど、ウズハチ1枚しか出てないのかな。偏りか。さ、行きましょう。14回目か。154連目。さあ、残り100連に、これで、おお、はい、道中は出る。はい、道中15枚目。すげえな。はいはい。ありがとうございます。まあ、やっぱ 2.5 倍はすごいね。道中で同じのよく引くな。おお、はいはい。これは今回初かな。はいはい、キャロットもよく出てるね。フラノスケとキャロットがすげえ出てる気がしますけど。いや、出ないな。どっちか片方すら出ないですね。ちょっとまた、じゃあ買っていきます。はい、じゃあ行きましょう。いやー、ちょっとね、課金も疲れてきましたけど。さあさあ、どうだ？おーおー、すげえすげえ。17枚道中2枚来ましたね。さあさあさあ、長くないそうっす。古いデイリーか。新しいのはよく出てましたけど。おお、2体目。なるほど、すごいところかぶるな。新キャラ出ないっすね。さあ、ここはこれで、はいはい、スキルまでしたね。いや、7% が引けないな。スキルまで出てきてくれるのにね、ここまで来れば。そろそろいい引きを。はいはい。ちょっと道中も分かんなくなってましたけど、これで19枚目かな。ちょっとすげえ出てる気はしますけど、もうなんか追えなくなってきてる。さあ、長くない。これも2体目か、今回。いやー、同じのがよく出るな。いや、これも2体目だ。マジか。いやいやいや、ちょっと確率で被ってるやつを見たい。ちょっとほんと、フラノスケとキャロットしか出てない気がするけどな。フラノスケがもうなんか、8体ぐらい出てないかな。はい。いやー、もう、コツコツと行きましょう。そろそろ、1回1回が重くなってきましたけど、どっちも出ないから、これで20体。おお、21体目かな。道中、おすげえ、22。道中の赤髪はものすごい出ますね。まあまあまあ、それが全く生かされてないんですけど、レイリー3体目かな。4体目ぐらいに出ます。本当にこんな株確率あんの。はいはいはい。いやー、びっく
ックアップされてるやつがよく出てるんだろうな。ワサレーディ。おーおーおお、ここは熱っ。古い。これも2体目ですね。ちょっとほんと同じやつしか出ないな。23体道中で出てるかな。おお、なんかおかしくなった。さあさあ、今回はどうです。ちょっとさっき道中4体とか出たのかな。はい、止まらないでしょう。あ、おさあ、ここはスキルマの 7% 引けないか。はいはい、スキルマで意外といろいろ引けてますけど、はい、ちょっとボックスが溢れて引けなくなったので、まあ、最後まで引けるだけちょっと開けて、残りこれで21回目だから今19回目だから残り60連ですね。まあ、石300個で引けるので、すみません、すみません。残り60回いきましょう。じゃあ、ここは、もうこっからはね、最後の確定枠はかなり熱いので、もう、ちょっとボックス整理しちゃって、赤髪が何回引けたかとかよくわかんなくなってますけど、22とかかな？もう忘れちゃいましたね、ちょっと。いやー、何もないか。さあ、長いの。いやー、短いに、ね、進化してるよ。はいはい、こう確定枠じゃないですね。いや、道中すげえなー。何体来たんだろう。もう分かんなくなってますんで。おーおーおー。道中の赤髪の引き方は今回とにかくすごかった気がします。すげえな。また2枚来た。いやー、なんか、でも新しいの全然来てないですね。うん、キャロットとか、まああれか、犬嵐とかは、猫マムシは来たけど、それぐらいかな。それの新しいって言えるのが。これもそんな新しくないですね。いやー、ナミとかね、小紫とかも来てないし、いやー、厳しいな。さあ、じゃあ21回目、ここは最後が確定かな。7% を引き抜きましょう。14分の1ぐらいってことかな。さあさあ、14回に1回は新キャラが出る。まあ、第2弾、第3弾に楽しみが残る感じかな。さあ、お願い、短いか。スキルマいらねえな。はい、なんかアプリが落ちたので。さあ、残り22か。22、23、22、40連。大事にいきましょう。はい、じゃあ、これで22セット目かな。ので242連お願いします。まあ400分の1だからね、しょうがないといえば。確定枠で引けないともう道中はしょうがないですね。400分の1で固定ですからね。いやー、進化後渋いとこ引いてくんな。進化後の確率の方が絶対低いですけどね。まあしょうがない。さあ行きましょう。20、ここが確定ですね。また 7% 引けるかな。さあさあ、お願いします。まあ道中ももうちょっとほんと引けすぎてる。道中の赤髪はすごいけど、お目当ては来てない。さあ、ダメだ。これも今回3体ぐらい引いたかな。さあ、確定枠、ここが大事だけど。そっか、確率アップしてるのかしょうがないな。さあ、じゃあ残り30連いきましょう。もう第2弾楽しめそうですね。第2弾、第3弾もね。今回割引なので全部で6万ぐらいかな、お金的には。まあ安くないですけど、しょうがないですね。楽しめてるので、運営にお年玉って感じかな。さあ、道中は、フランキーは出ましたけど、さあ、ちょっと。いやー、なんかね、250連ぐらいしたら確定でもいい気がするけどな。ほんとここは厳しいですね。いやー、と、ね、トリクルだけちょっと、ガチャの確定の天井はないのでね。
意外と配信者の人も、僕はまあ得点あるときしか引かないのでそこまで追わないですけどね、皆さん意外と得点超えてもかなり引きますよね。さあどうだ、ダメか。さあここすっごい大事、古いな、かなり古いな。確率アップのやつはすごい引けてるけど大事な2人が引けませんでしたね。さあこれでオーバーして石も残り4個になったということで、まあしょうがないね、こんなもんでしょう。まあ、第2弾第3弾で引いていきたいと思いますけど、ちょっとどうなったんだ、新キャラフラノスケとなんかチョッパーがものすごい引けたけど、ウソハチ1体しか引けてないんじゃないかな。そんなことあるかな、それはさすがにないかな、気のせいな気はしますけど。もうそっか、もうこっちなんだ、6ページ目の方なんですね。はい、じゃあやっぱりウソハチ1体しか引けてないですね。はい、ご視聴ありがとうございました。第2弾の方また楽しみにしていてください。